で天候が相当左右されるんですよ。暖冬の時なんかはキノコすごい開いたのが出たり肉厚にならなかったり、まあ一年も一年も違う勉強これやればいいなっていうのは正直まだないですね。それが多分見つかったら面白くなくなったなっていうよりやめたもんですよ。